大塚翔です。今回は相方の家に来ております。相方が、報告していないことが一つありまして、直接今回は聞きに来ました。なので早速行ってみたいと思います。行きます。よし。よし。くっしょ。マジで焦った。よし。くっしょ。待って。マジで焦った。え、どういうこと？よし。どういうこと？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 いや、ちょっと視聴者さんに報告してないことありますよね。何？ありますよね。何？ほんまに何？じゃあ一回座ってください。何？はい。というわけで相方の家に突撃しに行きました。びっくりした。ほんまに全然わからなかった。視聴者の方に報告しないといけないことあるでしょ。いやでもさ視聴者の方さ。そんな多分気にしてへんと思うし、いやみんなもう待ってるよそれ。だってショーの発表とかやったら結婚しました。え？というわけでですね、はい、そうなんです。私実は結婚しました。それは言わないと。おめでとうございます。ありがとうございます。お？でもね、どんな相手かみたいな。あれ、それは自分から言わなくていいやつですか？出てもらいます。でじゃあ出ようか。出てもらいます。ちょっとあの事務所 NG 出てるみたいで。もし皆さんが、はい、なんかいやどうしても見たいと。もう見ないと明日は見ないぐらいまでコメントだったりとかいろいろいただけるのであれば。いやちょっと切り札としてね。切り札として見たいっすよね。出したいと思いますので。どうしてもね、皆さんが YouTube 出ていただきたいと、はい、いうことであれば、ちょっとね、切り札として、いや、もう出てもらいますよ、今後、思ってますので、ちょっと、ね、俺らだけじゃ無理やもん、実はいろいろ手伝ってもらってましたと、もう本当に、編集のところもね、やってもらって、でもちょっと、事務所 NG なんで、はい、皆さんが、もうコメントとかでね、すごい、あー気になるとか、まあ、そういうのがあればちょっと切り札として考えるんで、まあ出てもらいます。確定です。確定ですか？大丈夫です。確定ですか？はい。というわけで結婚しましたのでちょっと家族を持ってより責任のある行動を、はい、そうですよ。一家の主ですからね。そんな言うたことない、一家の主なんで、ちょっとぜひ、ね、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。事務所 NG やから。まあ、結婚報告はここまでにして、はい、ね、次の動画ではこの1年間の振り返りをしたいなと思っているので、ぜひ見てください。これまだ公開してないこともお話しします。はい、じゃあ以上でこの動画は終わります。バイバーイ。バイバーイ。せんべいの、せんべいの。何それ。